z e n ナ i トラジ g ン、n イクルインア n アク Aquarium Shema of a t ア p i c a l Aquarium and Its f 本項目では、アクアリウムにおいて使用する飼育水を生物の育成に適した状態となるよう、有害物質を除去すること全般について説明する。海や河川などの自然においては、汚れや有毒物がろ過されていくサイクルが成り立っている。 アクアリウムのように小さな閉じられて限定された環境下においては、露化を行いやすい環境を整えるとともに、露化装置も必要となってくる。適正な露化が行われることにより、生物の生育環境が良くなり、ゴミの除去や水の交換頻度を下げることができる。水の量、底砂の種類と量、どのような生物をどれほど飼育しているか、餌の種類と与え方と量、 水草の種類の量によって必要とされるろ過能力が異なってくる。海水の場合は淡水より高い能力のろ過が必要である。また、このろ過には複数の種類がある。基本的には、まず物理ろ過を行い、次に一番重要な生物ろ過、そして化学ろ過が行われる。パイプ先端に接続する、ストレーナーストレーナーに装着する、スポンジ大きなゴミを除去する。 物理ろ過は、アクアリウムにおける、水質浄化過程のうち、化学的な汚染物を除去するのではなく、水草の切れ端や餌の残り、鱗などを物理的に除去することを言う。多くの場合、物理ろ過はこれに続く、化学ろ過・生物ろ過の全処理として行われ、露材の目詰まりを防いだり、腐敗による、化学、生物ろ過の負担増加を防ぐことが目的である。素材、 原理としては、フィルターとして、スポンジや砂利、不織布やウールフェルト生地によるマットなどを通過させるもの、散布層などに自然沈殿させるもの、プロテインスキマーによるものなどが代表的である。より高度なものとして、原外ろ過膜を利用するものもある。使用に伴い汚れやゴミが付着するために、ろ過装置の能力は次第に低下していく。そのため、露過装置は、 定期的に洗浄が必要であると同様に、露過に使用する露剤を清掃、交換などのメンテナンスが必要である。ただし、物理露化素材の表面に、生物露化バクテリアが住みつくことにより、生物露化としての機能を持たせた設計もあり、過剰な洗浄や高頻度の交換を推奨されていない、場合がある。露化バクテリアを利用して有毒物を除去する。物理露化された。 水草の切れ端やイサの残りや鱗をそのままにして、奥と腐り、水生生物に強い毒性を持つアンモニアが発生する。それをろ過バクテリアによって害の少ない物質に分解するのが生物露過である。まず、ニトロソモナス属のバクテリア、アショウ酸菌がアンモニアをアショウ酸に分解し、次に、ニトロバクターと、 ニトロスピラモスコビエンシスというバクテリアが比較的無害な硝酸へと分解する。この硝酸は害が少ないが高濃度は毒となるので水草によって吸収させたり水を交換することによって水槽水から取り除く。バクテリアはフィルターのろ材に多く生息しており、これらの管理が水質の維持に重要となっている。また、物に付着し増殖するため、 表面積の大きな露材を必要とし、またその活動に必要な酸素供給も大切である。そこ砂にも多くのバクテリアが生息している。大きくスベスベしたものより小さめで凹凸や多項のものが表面積が広く多くのバクテリアが生息する。バクテリアが生物露化を行うためには酸素が必要なので、 その点やリフト式ろ化装置に利点があり、密閉式ろ化装置では水の中の酸素量に気をつけ、必要に応じてエアストーンによる酸素供給を行う。水温が高い場合はバクテリアが活発に活動するため、通常より多くの酸素が必要となる。中心部半透明の円柱は活性炭、吸着ろ化とも呼ばれ、吸着を利用して有毒物を取り除く。化学ろ過は、 アクアリウムにおける水質浄化過程のうち、生態に悪影響を与える汚染物質を科学的原理に基づいて除去することを言う。多くの場合、科学炉過は補助的な役割を期待され、活性炭やゼオライトなどを処理して特定の化学物質を吸着、分解するよう設計された素材を用いる。例えば、物発生を抑えるためにリン酸塩や経産塩を除去するもの、 濁りや水の着色を取り除くものなどがある。専用のオゾン発生装置によるオゾンの強い酸化力を利用した有機物分解も化学炉化の一つ。リーフアクアリウムは高 pH、高カルシウム濃度を保つために添加される飽和水酸化カルシウム水溶液によって同時に水中のリン酸イオンを沈殿させる。水草はアンモニアと硝酸塩を物質交換して 窒素合成物を取り入れる。ろ過接触は貝類によく見られ、生物の接触を通して飼育水をろ過する。ありがとうございます。